大体役に立ちそうね。ここがリーユエコーであれば、この街道はきっと人であふれかえっていただろう。我もきっと長いはしなかった。だがここであれば比較的安全なはず。我とここを回ってはくれないか。我を俗世に溶け込ませるための練習だと思ってくれ。喧騒に包まれた都より我はこのように静かな場所の方が好きだ。肩の力を抜き、外的なものに縛られない寒雲夜閣のような生活、主も好きか。おかえり。ご苦労であった。家の者が外から帰ってきた時、このような言葉を言うらしい。合っているか。ここは仙人の道府と同じものだと思っていたが、主が手を加えたことで我の想像とは大きく異なったものになっている。ふむ、ほとんどの仙人は長年外をさまよっている。確かに道府は気候で独特なものだが、赤涼の仙境といった方が正しいだろう。それに比べここは穏やかな雰囲気に包まれている。それに主のような熱心な者も隣にいる。これは我が今までに経験したことのないものだ。だから我はここが好きなのだろう。この場所を大切にし、ゆっくりと慣れていきたいと思う。ただ、今までに見たことのない家具や調度品が多く、それらの用途や意味がよくわからない。時間があるときに、我に教えてくれ。おかえり、家の者。もう起きたのか？鳥がうるさかったのなら、今すぐ始末して。うん、わかった。追い払うだけだ。危害は加えぬ。おかえり。ご苦労であった。家の者が外から帰ってきたとき。おやすみ。ゆっくり休め。我のところに安眠効果のある戦争がある。眠れぬ時は取りに来るといい。安心しろ。どんなに夜が遅くなっても我の休息の妨げになることはない。
い。大体役に立ちそうね。